皆さんこんにちは、キリアです。 EASE8 PS4 版続きをプレイしていきましょう。さあ、行きたいところがいろいろあるんですが、まずはとりあえずの目標はこの北のジャンダルヌの北を調べていくということなんですが、まずはここの遠なり浜の巨岩、ここが通れるようになったので、この先へ行って、そしてリコッタのクエスト、これをクリアしてみたいと思います。今ミッシーに新しい食事を与えていたんですが、何かイベントが起こりました。感謝の印、何がいいか迷う。はい、お礼に風魔の壺をもらった。大事なものだが、お前たちは特別、次の料理にも期待する。ほう。アイテムの中に使っていないレシピがいくつか2つぐらいだったかな、残っていたのが、使わずに残っていたのを発見しまして、それを使ってその料理をミッシーに渡したところでした。で、おウォーキングか。骨董品らしき陶器の壺、所有者に富をもたらすと言われている。ドロップアイテムを引き寄せる。ああ、なるほど、近くに行かなくてもドロップアイテムを拾う、その範囲が広くなるということか。どうしよう、全部装備しておきたいな。こんな感じにしておきますか。さあ、では、では次はこちら行きますか。ここら辺はワープはできないのか。まずはここに行ってからかな。よし。ああ、懐かしいですね、これ。ここでボスと戦いました。この奥の方。ここの、こっちか。これか、これですね。遠なり浜の巨岩。はい。よし、とっとと片付けるか。行きましょう。助かったぞ。よし、行きます。さあ、こっちの方はもう完全に初めて行く場所ですが。切り裂け、まだまだ。おお、まあ敵はそんなに強くないですね。ジャンダルムで来て鍛えられましたからね。さあ、ここで二手に分かれていますが、まずはこっちから行ってみますか。まだまだ。とりあえずではここへ。これはなんだ、普通の木か。特に何かのイベントがとか。うおびっくりした。木の上に何かありますね。なんかいろいろあのあれはなんだこれ、うん、お、お、ここはウッド。とりあえずこいつを倒して、で、あ、ここ分かれ道だったとこか。なるほど。で、こっちにはこの宝箱が。うん、ずーっと隠せた。蘇生薬。おー、ナイス。こっちにはこの宝箱があったんですね。では、さっきのところへ戻りましょう。さあ、戻ってきました。
向こう側にジャンプしていくのか。で、そこにいるのが、リコッタの師匠なのか。とりあえず、こっちの方は、はい、はい、そこだ、素材がありますね。何かあるみたいな。ラッキーですね。今やまだ。こっちの方は。あ、こっちに回ってくるのか。じゃあこれ向こうへ。ふ、よし、届いた。おや、何かありますね。んーてな、なんだこの生物は。マスターコング。さすがは師匠、リコッタがここに来ること知ってた。そうなのか。確かにただならぬ風格だな。ヒヒ、いやゴリラ。このような種は見たことがありませんが。ん？師匠言ってる。私は私だ。リコッタはリコッタだと同じような感じですね。師匠言ってる。分かればいい。はあ。皆まで言うな。さすがは師匠。本当にわかるのか。そうだ。そうですね。はい。献上するとリコッタ一人で師匠と戦闘を行います。じゃあやりましょう。はい。では師匠、胸借りる。ここをなる道の探求者、道の探求者、マスターコング、あるいはタオと呼ぶか。うぅ、これちょっと待って、お命ちょうだい。溜まってたんで、もうこれ行きましょう。すんごい連続攻撃。リコッタのスキルって結構隙があるというか、大振りなんですよね。やばい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 。どこだどこだ、どこ行った。あ、これか。うっす。いったったった。それ。やばいやばいやばい。じゃあこっちもマンゴーを食べますか。完熟マンゴーもったいないけど、まあマンゴー対決ということで。やばい、完熟マンゴー、貴重な完熟マンゴーが
いや、ヒールポーション使えばいいのは分かってるんですけどね。ふわよし、とどめストップ。なんかタラコが見える。よし、よし、これで最後の完熟マンゴーにしたい。やばい。モーヤンスイングをひらめいた。それ使ってみますか。これと交換しますか。モーヤンスイング、炎をまとったコンを振り回し打ちつける。よし、なんか来るぞ。応援スイング、やばい。あー、最後の1個使っちゃうか。メラメラ、よし、トヘイ、ソリハッ、やメラ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 、やソリクラウ、やばい、もう回復ないぞ。回復マンコない。完熟マンコないぞ。ちょっとこの戦いはマンゴー以外のアイテムを使うわけにはいかないので。敵の、あの、よし、師匠ももうちょい倒せる。もうちょい。ただ怖い、こっちもやられる。よし、今。まだ、よし、あぶねえ。やった、リコッタはスキルスパイラルダイブを習得した。おお、めっちゃくちゃ強いですね、この師匠。お前たちも見込みある。機会があればそれぞれ稽古をつけてやろう。ただし完熟マンゴーを忘れるな。全部使っちゃいましたが。すぐにでもお願いしたい。完熟マンゴーないですが。そうせくな、私も消耗している。これまた後で戦えるようになったりするのかな、他のメンバーで。今度は火いずる浜にて会うとしよう。あ、別のところに行くんだ。それじゃあ本当に完熟マンゴーを渡せば。おお、稽古ができそうですね。やったな。それならあんなに完熟マンゴーを使うんじゃなかった。マジか。完熟マンゴーもうないぞ。普通のマンゴーもない。まあいいでしょう。で、ここ新たなロケーションを発見。パラセコイア。見事な景色ですね。で、今このストーングラブ、これかな。麻痺負荷。ほう、なるほど。落車が今毒負荷やってますが、麻痺にしてみますか。守備力は下がりますが、でスキル、このリコッタが今師匠から授かったスキル、応援スイングいっか。これか、スパイラルダイブ。上空から回転とともに地面に激突し、凄まじい衝撃波を起こす。ほう、これ、いきましょう。
参ります。僕の番だな。ではこれでここはとりあえず OK ですね。では今度ここを通れるようになっているのでここへ行きますか。どっから行くのが近いんだ。ロングポーン海岸。さあここの先、あ、これですね。ここ獣たちの丘の崖崩れ、ここをやっていきましょう。よし、とっとと片付けるか。おお、お安い御用だ。相変わらず返事がバラバラですが、皆さんのご協力に感謝します。さあこの先はそこだ。とりあえずもうどんどん進んでいきますか。いや、敵はもう無視して、おお、髪がいっぱい。ついてるな、何かあるぞ。甘い。この狼はこれで一発なので楽でいいですね。ん、あれ違う、こっちか、こう折れるのか。で、この先に体が鬼神の霊光、よし。これで SP 最大値プラス10。はい、おお、これでここも 100% になりましたね。さあではよし、ラッキーですね。これでこっち行ってみましょう。いよいよどっからだ、これか。天外参道、ジャンダルムの北へ向かいます。結構回り道もしましたが、南はもうこれでだいぶほぼ制圧しました。これはもう道なりに降りていく感じでしょうか。おや、何かありますね。奇妙な獣がいるな。どれも奇妙に見えますけど、といっても気が遠くなるほど古い種のはずですが。美味しそうだな。やめておきなさい。これのこと言ってんの、このトゲトゲのついたやつ、これが美味しそうなの、それともこれのことどっちなんだ。おや、何かある。美味しそうって言われてまだ分かるのがこれですよね。 これならまだ何回野菜に見えなくもない、食べたくはないですけど。何かあるみたいだな。これは本当気持ち悪い。まだまだ。内側は特に何もない。さあでは行きましょう、この2階の北の地へ。全く未知の文明が栄えていた場所ですからね。この上には行かないか。よし、おや、何かありますね。これ気持ち悪いからいいや。こうに行ける、そしてこっちに宝箱、よし。そして今度はここを下っていく形か。何かあるみたいだな。こっちに宝箱がある。
あ、これか。 3A5 個。そこだ、まだ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 。で、こっちに繋がっている。と、釣れそう、たくさん。おお、魚影が全く暗くて見えないですが。よし、これが魚影か。ドキドキしますね。水面になんか波紋が出てますよね。ドキドキしますね。楽じゃないと狙った場所に行かない。よし、来ました。重い、全然ごめん。これは大きそうです。よしやりました。アルケドン、ほう。ドキドキしますね。やりました。ふふん、当然の結果です。宝箱です。虹色の宝石、おお。とこっちの方にもありますね。ドキドキしますね。来ました、順調ですね。どうして。うーん、なになになに、敵が参る。よっ、師匠の技突撃。えいはっ、やったー。命ちょうだい。まさかまた敵を釣り上げるとは。硬いな、この敵。リコッタの必殺技で22しか。くっ、勝ったーん。よし、ふう、行くぞ。さあ、では先進みましょうか。何かあるぞ。珍しい品です。これはなんだ、また敵、古代史みたいなのが。それ参ります。承知、師匠の技だ。うん、殻が壊れたのか。おお、行くぞ。さあ、どんどん行きましょう。おや、何かありますか。お願いします、リコッタちゃん。よっ、えい。さあ、先へ先へ。お、外の光が見えた。こっちの方は特に何もない。よし、では行きましょう。おー、開けたところに来ました。何かありますね。まだまだ先は長そうか。いや、もうすぐか。おお、今度はここの道を下っていくわけか。うわ、これがあれか、さっき言ってた大きな巨大な木、大樹。やっぱりなんか森というより一本の木なんですかね、これで。この下にあるの。そして向こうには遺跡が見えています。うわー、すごいな、ロマンがありますよね、こういうとこ。この未開の地に足を今踏み入れようというところ。では今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。それでは。